期の終わりに悪の組織が世界征服に動き出しました。ずーっとついにその巨大な影は東京に姿を現しました。原種の巨大ロボット細菌をばらまきながら破壊の限りをつける。果たして21世紀は来るのでしょうか。Sorti au Japon le 30 août dernier, c'est à Paris, sur les Champs-Élysées, le 19 août, qu'eut lieu la première mondiale du film initiant la trilogie live, 20th Century Boy. Annoncé en France pour la fin 2008, puis pour le 7 janvier, c'est finalement demain, le 14 janvier, que sortira cette adaptation du manga de Urasawa Naoki, également auteur de l'excellent Monster. Nous avons rencontré pour l'occasion deux des acteurs principaux du film, Karasawa Toshiaki et la magnifiquement parée Tokiwa Takako. 20th Century Boy est à la base un manga culte initié en 2000 qui s'étale sur 22 tomes et compte l'incroyable histoire d'une bande de gamins qui dessinait à la fin des années 60 la destruction du monde. Sur lequel les acteurs interprétant les personnages de Kenji et de Yukiji vont maintenant nous dire quelques mots. まあやっぱりあのストーリーにはまりましたね。すごく面白い。あの日本というのは本当に週刊でその漫画が刊行されるので、やっぱり次の週が楽しみになって、あのもう次の展開が知りたくてしょうがないっていうのが最初の印象ですかね。私はなんだろうこれと思って、もう本当に次が読みたくて、あのお仕事とかがあるので本当に早く寝なきゃいけないって分かってるんですけども、もう全然やめられなくて、もうどんどん読んでしまいました。Interpréter un personnage de manga vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde et traduit dans plus de 11 pays n'a rien d'évident. C'est pourtant le défi que les acteurs de 20th Century Boy ont dû relever. そうですね、漫画のキャラクターを実写でやるというのは難しいですね。あの見た目でもその役あのキャラクターが見た感じで分かるので、それをそのまんまやるべきなのか、そのなんだろう、その雰囲気だけを重視してリアルにやるのか。私はあの小説とかだとあの読む人によっての頭の中によって全然違うと思うんですね。漫画の場合はもう目で見て分かってしまうものなので、うん、それはやっぱり怖かったです最初。とんぷりしょっぱな。リハーサルほとんどしてないんですよ。そうなの。それは堤監督のやり方だと思うんですけど、もうひどい時はテストもしないで本番に行く時もあるし、大体テストは1回ですよね。そのスタッフ の, あのカット割りを書く本があって、そこにあのその日撮るシーンの漫画のコピーがついてるんですよ、うん、でみんながそれを読んでいくので、みんなそこで何をすべきかがもう分かってるんですよね、うん、それはすごく大きいですよね、うん、この出演者はみんなあのすごく忙しい方があのほとんどなので、スケジュールを合わせるのがすごくね大変で、会った時はもう一気に撮らなきゃいけないんで、その寝る時間もなく寝る間もなく撮らなきゃいけない日が結構あったので、それはちょっと大変だった。今日あのねフランスの方に見ていただいてるだけで結構プレッシャーがありますんでね、まあしょうがないでしょう。ネガティブです誇りが持てますね。やっぱりヨーロッパがいいと思います。僕はそれが素晴らしいことだと思う。なぜかわからないけど、やっぱりパリってあの芸術に対する思いが全然違うじゃないですか。いっぱいあるというか、それは日本でサブカルチャーって言われてるものをここまで多くの人がわーっとにぎわってくれるっていうのは、どれだけ芸術を大切にしてるかってことだと思うんですね、うん。